はい、皆さんおはようございます。今日はですね、12月の12日土曜日になります。コロナウイルスのね、感染拡大の関係でですね、今世の中的にいろいろ恒例のね行事等がね中止になったり、イベントがね、変更になったりというようなことがね起きちゃってますけれども、今日これからですね、実は二輪館のですね、福袋、これを買いに行きたいと思ってます。まあ、福袋といえばね、当然お正月の恒例のね風物詩なんですけれども、先ほど触れた通り、まあ、コロナ禍ということもあってですね、二輪館さんでは今日からですね2日間、福袋をね販売するということなので、これから向かいたいというふうに思ってます。それで福袋の方ですけれども、実際に買うかどうかはね行ってみて、ちょっと決めたいと思ってますけれども、どうも小峰とですねベリック2種類あるみたいなんですよね。まあ、ウェアがね、新しいの欲しいなと思ってますんで、まあ、サイズ感を含めてね、良さそうなのがあれば、購入したいというふうに思ってます。はい、それではね、二輪館さん到着になります。営業ね10時からなんで、まだちょっと早いかな。そうですね、まだちょっとオープン前ですね。じゃあここへ止めましょう。はい、ゲットできました。一応ねベリックの福袋の方を買いました。はい、じゃあこれでね自宅の方に戻りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ただいまね二輪館さんを後にしてきました。一応ね、小峰の福袋 と、ベリックの福袋2種類あったんですけどね、結果的に購入したのはベリックの方の福袋を購入しました。先ほど開店前だったんですけどね、ちょうど到着したのが、開店の15分ぐらい前でしたかね。私より前にね3人ほど入り口に並んでて、私4番目だったんですけどね、実はこの福袋をギリギリでゲットできたっていう感じです。数量がね限定とは書いてあったんですけど、すんごい少なかったみたいですね。でたまたま私が手に取ったのがですね、私の欲しかった LL のサイズの、ベリックの、福袋だったんで、ちょっとねサイズ確認するのに戸惑ったんですけど、このね手に取ったベリックの福袋が LL じゃなかったら多分ね購入できてなかったんですよね。だからそういった意味ではねラッキーでした。福袋の中身についてはね、ほぼほぼ写真で事前にね内容は変わりますとは書いてありましたけど、もともと広告に出てたものと多分一緒なんだと思います。この後ね自宅に帰ってから中身は、確認したいというふうに思ってます。それで価格の方はね、1万1000円税込みということでね、だいぶねお得に購入できたんではないかなと思ってます。それで小峰製とね、ベリック製の福袋の違いですけどね、ベリックの方で正解だったかなと思ってます。小峰製のね、ジャケットの方はねちょっと地味な感じのねカラーリングだったので、もともと小峰がいいかなと思ってたんですけど、ベリックの方で正解だと思います。
一応ねこの後自宅に帰ってから中身の方はね一応動画にも写真になっちゃうかな、アップしたいというふうに思ってます。朝ね、出かけるときは気温10度ぐらいだったんですよね。今ね日がだいぶ照ってきて12、3度あんのかな。結構ねポカポカしてます。はい、というわけでね今日は、コロナ禍ということでね、福袋をね先行販売するイリンカンさんでの、福袋の購入のね動画をお届けしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。